先ほどワウワウで、ケンシロウさん対矢吹さんの、はい。試合を改めて、見させてもらったんですけれども、はい。試合当日に出した、動画の方はね、はい。まあ、ぶっちゃけるとレフリーの方から聞いたんですけど、ね、話を。手でよかいっぱいと上がる。そう、バッといっぱいあったからね。あれはもうしょうがない、早く出したかったからね。まあまあまあ、ちょっとあまり良くないなっていうのまあ、実際に見た感想もね。そう、改めて今見ましたから。はいはい、はい、聞かせてもらおうかと思います。どうでしょうか、ね、いやー、本当に激闘だったね。これは久々に痺れた。痺れたよ、これは。いい試合だった。二人ともいいナイスファイトだったね。年間最高試合と言っても。本当おかしくない内容だったと思うよ。すごいあれ。どこはどう良かったですか、まず激闘だよね。まあ、1ラウンドの、まあ、差し合い、僕が言ったジャブの差し合いから始まるだろうと。うん、本当にそうなったね、うん。1、2ラウンドはむしろ、ケンシロウ選手の方が、若干勝ってたんじゃないかと思ったぐらい。うん、ただ、様子見しっかり見てた、矢吹選手は、3ラウンドから、多分ね、タイミングつかみ始めた、うん。しっかり見てたんだけど、それに、しっかり打ち返すようになった。うん、あのリターンで、しかも、3ラウンド以降、俺は、矢吹選手の方がジャブ、むしろ、検証に当ててたと思う。うん、ポーンとクリーンヒットね。うん、で、検証選手にジャブいっぱい出してよかったんですけど、ガードの上とか、うまくパリングとか実はされたから、うん、クリーン、ジャブのクリーンヒットで言えば、俺は矢吹選手の方が、勝ってた気がするね、最後まで。まあ、ただ、今回その、途中採点でかなりこう試合が動いたっていう中盤以降。ああ。その辺はどうでしょう。そうね、やっぱあれ聞いちゃうと、ね、行かないといけないってなるじゃないですか。うん、そこからだから徐々にその採点聞いて源次郎選手が攻め始めたよね、じりじり。そこでもやっぱり矢吹選手はしっかりリターン返したりしてタイミングでやっぱり掴んでる気がしたね。うん、まあ、対戦前の予想としては源次郎さん有利説の方が、またちょっとコロナの影響もあってちょっとよく分かんなかったってところもあったのかな。ああ、そうだね。俺これ聞いたんですよ、うん、コロナ知り合いの人に。かかった人。かかった人が、うん。コロナかかって10日で試合するって化け物だよって言ってました。まあ個人差がね、大きい。そう、それはもちろんあると思います。から年齢差もあるけど。その人も体力戻るのに1、2ヶ月本当にかかったらしいですよ。うん、で、それ、まあ僕かかってないから、うん、ちょっとどっちの意見もちょっとはっきり言えないんですけど、うんうん、ただ聞いた人によると本当に辛いと。うん、だこれを10日でやったのは、ケンシロウ化け物だよって言ってたから、うん、まあ、少なからず影響あったのかなとは、まあ、でも動き良かったですけどね。で、実際にそのレフリーがね、の方が、ね、はい、目の前で見ても、そんなに影響があるようには見えなかったっていうふうな、それも一つの証言ですか？そう言ってますよね。うん、でもわかんないね。チャンピオンはほら、ボクシングは我慢のスポーツですから、うん、まあまあまあ、そういうの隠してやってたかもしれないし。うん、で、8ラウンドでバッティングですね。うんうん、で、このバッティングは今ちょっと騒動に。騒動になってるね、ちょっと。騒動になってるって言ったら言い過ぎですけど。結構ツイッターの方でもありますよ。ちょっと話を整理すると、はい、前出した動画で、まあ、江藤さんがね、はい、目の前で見てたレフリーの方の証言からすると、はい、左のパンチのクリーンヒットで、はい、切れたように、まあ、見れたと。はい、ただ、後々映像とかを見直してみると、頭が先に当たって、で、もう本当に微妙でしたけど、うん、その後パンチでっていうふうにも見える。まあ微妙な難しいところなんですけど、うん、どう思いました？ぶっちゃけ最初に当たっちゃってるの頭のように見えなくもない。うん、ただ、このすぐの方本当に0コンマ何秒で左フックが当たってるじゃないですか。うん、どっちで切れたかって言われてもみたいな感じなのかな。ぶっちゃけ難しいよね。ただ、あれでバッティングかって言われると俺は違うって言いたい、ね。ただまあ、頭、パンチ出さずにこう頭を今日なんか背伸びするかのようにこうビョンと振るな。そんなことやってないっすよ。僕には、まあ素人の僕にはまあそう見えたんですよ。いや、パンチ体で打つでしょ。うん、体でこうパンチ打つわけですよ、うん。パンチが先に行くわけないんだから、うん。この動作の中で頭がスッと当たっちゃっただけなの。まあ、江藤さんはそう見えたんです、ね。俺はそう見えた。江藤さん自身もバッティングでね、一度裁定が取り消されちゃったりとかあったじゃないですか。ちょっと今画面上出せるのは出しますけど。本当に、確かに見直してみると、うん、本当にその、コマ送りの写真で、うん、頭が先に当たって、本当に直後にパンチが当たって、はい、あれは目の前で見てた審判でも、そりゃパンチで KO ってなるわな、っていうの。わかんないとか、わかんない。食らった人はね、先に頭だったとか、はい、感触でわかるにしても、ちょっ
まあそもそもバッティングだったら抗議が始まってるはずですよ。そうなんですよね。別にそのケンシロウさんがもうそういったことで触れてるようには報道を見る限り探しても見えないし、うん、バッティングっていうのはメイウェザーとやったあれじゃん、ビクター・オルティス、あの、はいはい、あの試合をバッティングと言うんですよまあ、あれはもう明らかにっていう感じでしょ。ああいうのバッティングですよ。こういうのたまたま当たっちゃうのは、まあ、バッティングになっちゃったみたいな感じだよね。まあ、意図的じゃ少なくないはず。そうそう。それは間違いないってこう言いたいんです。そうそう、うん、俺ギリそうだ。パンチはね、パンチから行くわけないんだから、うん、それがたまたま、ましてや矢吹選手身長高いから、うん、こううずくまるわけだ、うん、そしたら自然と頭の位置に当たりやすい位置に来ちゃってたんだよね、うん、で疲れもしたらさ、うん、この細かい動きもちょっとラフになっちゃうから、うん、そこがちょっと行っちゃったんだよね。まあ、じゃあ江藤さんの見解としては、まあ、頭も当たったはいるけれども、はい、まあ、少なくとも意図的じゃないだろう。いや、絶対意図的じゃないと思う。で、ケンシロウさんがもうそれについて特に触れてこない以上、そんなに気にするものじゃないだろう。そうです。起きることだと。そうです。うん、でもすごかったね、そこから流血しながら、やっぱりケンシロウチャンピオンだね、あれは。あそこからよく盛り返したよね。だからぶっちゃけ10ラウンド以降行ったらどうなるか分からないっていうぐらいのレベルだったと思う。どっちが倒れてもおかしくないって感じだったね。で、9ラウンドに、また、ケンシロウが、僕はストレートって言ったんだけど、うまくこのボディ当てたね。うん、これで矢吹選手めっちゃ効いてたよ、あれ。よく耐えたよ、あれも、矢吹選手も。そこであの打ち合いね、結構、ケンシロウ選手もいっぱいパンチもらってたから、うん、その前まで。よく耐えてたと思うよ。9ラウンドと、10ラウンド、めちゃくちゃ打ち合って。うん、すごい、あれは。だから本当にもうあと1年だったらぶっちゃけ分からなかったかもしれないっていうぐらいの内容だったね、うん、そうするとですね、はい、まあ、翌日会見とかで矢吹、まあ、その試合前から言ってたようなんですけど、はい、まあ、なんか軽量級だとね、あんまりお金が稼げないからちょっと命これからもね張り続けるってのはちょっとなっていうふうな発言もあって、引退を匂わすというか言ってたね、うん、まあ、その辺ぜひですね、同じく軽量級の江藤さん、はいはい、に、見解を聞きたいんですけど、どうですか。ああ、結構考え方しっかりしてるよね。家族がいるからじゃない。そういう考えと。まあ俺も最終的にはそうなったんですけど、多分チャンピオンだったらそんな発想出ないですよ、俺は。あ、やった、これからチャンピオンロードだって俺は多分言ってたと思うんですけど、うん、それがないってことはね、まあ、相当ビッグマッチでも悩んでると思うよ実際。それはまあ。だってチャンピオンベルト持ったわけですよ。これからですよ、男のロマンは。世界ナンバーワンじゃなくてチャンピオンですから。まあ、ケンシロウさんを倒した以上、そう言ってもいいような。いや、すごい。だって、8回防衛の絶対王者的なチャンピオン、倒したわけですからね。うん、ここでやめるのもったいないよね。ぶっちゃけ試合また見てみたいっていうのもあるし。まあ、賛否両論あると思いますけど、バッティングに関してはね。まあ、でも、矢吹選手、今後また続けるのか、やめるのか、ちょっとその道も見据えながら、ちょっと見ていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。